はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、ザラでお買い物をしたので、それを紹介していきたいと思います。もう本当に結構春物になってきましたね。今回買ったものも春先まで使われるようなもの結構あるので、ぜひ参考になったら嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速紹介していきたいと思います。まず一つ目がじゃん、こちらでございます。スウェットをゲットいたしました。私ザラのスウェットあんまり普段買わない、まあ持ってはいるんですけど、そんなに買うことはないんですけど、このスウェットはデザインがすごい可愛くて一目惚れで買いました。表こんな感じなんですけど、切り替えがすごい可愛くて、白の糸でステッチされてるので、すごいこれも目立つし、これがとても可愛いなって思いました。裾のとこにもこう斜めにシャッと入ってたりとかするんですけど、私あんまネイビーのスウェット持ってないなと思って、そういえば結構やっぱりブラック、ホワイト、グレーがいつも多くなってしまうので、ネイビーのスウェットってそんなにないなと思って、まあ、その色合いもすごく私にしては新しい感じでいいかなと思ってこちらゲットしました。で、後ろもすごい可愛いんですけど、後ろがじゃじゃーん、こんな感じです。表にこう 3D ラビットっていう風に書いてあるんですけど、裏にこの 3D のラビットちゃんがいるんですこんな感じでめっちゃ可愛い。これなんかちょっと韓国っぽいですよね、この感じ、この絵の感じというか立体感があってみたいな、これがすごく可愛いと思ってゲットしました。私今回 L サイズにしてるんですけど、結構大きめだから、まあ通常のサイズ感でもゆったりと着れるぐらいのスウェットになってるかなっていう風に思います。これはちなみに裏はこんな感じで裏毛になっているので、まあ、春までいろいろ着回しが効きそうだなと思います。スウェットってほんと楽だから、コーデ悩んだ時とかお部屋にいる時とかもよく着たりしますし、すごい使い回しができるかなと思うので、ゲットしてよかったなって思ってます。こちらのお値段が5990円でした。では続きまして2つ目がじゃん、こちらのトップスをゲットいたしました。これボディースーツになってるんですけど、こんな感じでヘンリーネックのトップスになっております。ニットトップスになってて、結構これ生地が薄めになっているので、中に着るものはちょっとこう無地なシンプルなインナーとかがいいかなというふうに思います。でも結構伸縮性もあるのですごく着やすいですし、それだけもねしっかりとありますね。結構長くあります。私今回グレーをゲットしたんですけど、ブラックもあって、確かブラックもねいいなと思ったんですが、いつもやっぱ黒系のトップス多くなっちゃうし、髪の毛もね黒髪にしたので、このグレーでも可愛いかなと思って今回はグレーにしました。でもこのグレーもちょっとこんな感じで木っぽくなってて、いろんな糸が混じっているような感じになってるから、奥行き感もありますし、すごいおしゃれなグレーですね。のっぺりしないグレーでとても良かったです。これボディースーツになってるので、ローライズのボトムとかを履いた時にちょっとこの腰あたりが見える、チラッと見えるのがすごい可愛くて、これもとても気に入ってます。春とかこれにローライズのデニムとか合わせて履きたいなとか考えたりしたりしてますボタンスナップボタンになっているので、ピッとな感じで取ることもできて、ちょっと首元をスッキリさせたいなっていう時とかはボタンを少し開けてきてあげるのも可愛いかなと思います。生地感は薄めではあるんですけど、だからまあさらっと着れるし、アウターとかも着やすかったりとか、あと本当夏手前ぐらいまでは涼しく着られそうなトップスです。こちらのお値段が3990円でした。では続きまして3つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。ちょっと今私着てるトップスもホワイトだから見づらいかもしれないんですけれど、シャギーニットのタンクトップのトップスになります。このタンクトップなのにニット、しかもシャギーニットっていう、このアンバランスな感じがめちゃくちゃ可愛くて、すごい非現実的ではあるんですよ。このトップスやっぱりいつ着るのっていう、暑いんか寒いんか分からんじゃんっていう感じのトップスだと思うので、すごく非現実的ではあるんですけど、そういうアイテムこそすごい可愛くてやっぱ惹かれるんですよね。私は海外セレブとかでもケンダルとかも前なんか雪山でビキニみたいな格好をしてブーツめっちゃモコモコみたいな、なんかその本当にこれ写真用じゃんみたいな写真用じゃんみたいな格好がすごい可愛く感じて、私はそういう感じのアイテムではあるんですけど、でもすごい可愛いなと思ってこちらゲットしちゃいました。まあ、なので夏手前ぐらいに私は着たいなって思ってます。これ着れるかな、日本の気候的に
まあ春とかでちょっと上からジャケットとか羽織ったりしてみたいな感じで着ようかな。でもお店入った時はあったかいから脱げるみたいな感じで着ようかななんて考えてるんですけど、これもすごい可愛いです。こういうシャギーニットのトップスとかって結構こうボリュームが出やすいから、長袖とかだともう全体的にボワってなっちゃってすごいガタがよく見えちゃったりとか、すごい着太りして見えちゃうから、それがあんまりだったんですけど、タンクトップになってるから、まあ、腕は素肌肌見せできるから、そんなにこう着太りも気にならないトップスになってます。で、丈感は、おへそがくくれるぐらいかな。なのでローライズのボトムとかと合わせるとちょっとお腹がチラッと見えるぐらいの丈感になってます。その丈感もすごい可愛い。これ早くちょっと着たいな、早くあったかくなってほしいなって思ってます。これほんと可愛い。で、生地もチクチクしないので全然素肌でも着れちゃうトップスです。こちらのお値段が3890円でございます。では続いて4つ目が、じゃん、こちらのトップスをゲットいたしました。ホルターネックのトップスなんですけど、私ホルターネックすごい好きで、ホルターネックってなんかこう結構スタイルがよく見えるんですよね。私は多分自分の体型に合ってるんですかね。このホルターネックのナイロン生地のトップスがあって、ナイロンって私すごい好きな素材で、なんかスポーティーな感じがすごく好きで、でナイロンの素材なんですけど、このちょっとスーツっぽい形というか、ちょっときれいめな感じの形になってるから、そのまたギャップというかもうすごく可愛くて、これもとても即決でしたね。見た瞬間にわっ、これ絶対可愛いと思ってゲットしたんですけど、可愛かったです。結構胸元ががっつり開いているので、ちょっとここが気になるっていう方は、まあ、中にそれこそ今着てるようなタートルとかをこう重ね着してあげても可愛いと思うし、ちょっともうちょっと暖かくなったら、まあ、普通に白のロンティーとかシアートップとかと重ねても可愛いと思います。まあ、夏とかはもう全然1枚で着たらねすごい可愛いんですけど、これも私すごい買ってよかったなって思ってます。シルエットもすごく綺麗で自然とくびれるような感じのデザインになっているので、本当にスタイルがよく見えるトップスだなって感じました。でナイロンで伸縮性が全然ないんですけど、サイドにチャックがちゃんとついてます。こっちにもあるし、こっちにもある。両サイドにチャックがついているので、着脱もとてもしやすかったです。これパンツもセットであって、オンラインで今回も頼んだんですけど、パンツ S サイズにしたんですよ。届いた時にちょっと大きかったので、今 XS サイズと交換してもらってて、まだそれが届いてないんですけど、セットアップで着れるっていう感じのお洋服になってます。パンツ結構ワイドな感じで、すごいそれも可愛いんですよね。上はちょっとキュッとしてて、下はこう、がっつりワイドみたいな、そのシルエットがすごい可愛いんですけど、なんかこれにラフにスニーカーとか合わせたいなって思ってます。こちらのお値段が5590円でございます。では続きまして5つ目が、じゃじゃん、こちらストールをゲットいたしました。イエーイ私ストール本当に今年というか今季めちゃくちゃ気になってるアイテムで、このストールはなんとフードがついてるんです。こんな感じで結構大きめのフードがついてます。そう、これがすごい可愛くて、フードをかぶってこんな感じで、こんな感じで巻けるんですけど、まあ、あったかいし、とにかくこうバラクラバみたいな感じでシュッってなってる感じが可愛くないですか。包まれてる感じというかがすごい可愛くて、でストールは長さがしっかりとあるんですよ。これどっちも一周ぐるっと巻いてるんですけど、しっかりと長さもあるのでそこもとっても気に入ってます。なんか片方だけこんな感じでやっても可愛いと思いますし、もちろんこのフードは掘っても着れるので、暖かさもあるし可愛さもあるし、ゲットしてよかったなって思ってます。なんかちょっとコーデが物足りない時とかにこれ1個パンって入れるだけでちょっと個性的なコーディネートができると思うので、そういった時とかにも使えるストールです。素材はすごいこう伸縮性があって、ちょっとこうもちっとした感じの素材になってます。そんなにこう毛羽立ってるわけではないので、なんか厚すぎもしないから春も引き続き使えそうかなっていう風に思います。こちらの値段が4990円でした。では続きまして6個目が、じゃじゃーん、こちらでございます。チェーンベルトをゲットいたしました。見えるかな、こんな感じでフープがすごいいっぱい連なってるんですけど、そう、これベルトなんですけど、ザラのねサイトをバーって見てた時にこれをネックレスみたいな感じで首からかけてて、それがすごい可愛くて、私はベルトとしてももちろん可愛いんですけど、そう、こんな感じで
結構大ぶりなんですけど、可愛くないですか？ほんとめちゃめちゃでかいネックレスみたいな感じでアクセントがつけれると思うので、こういう使い方もあるんだと思って、いろいろとちょっと合わせていきたいなって思ってます。もちろんベルトとしてもこんな感じでデニムの上からとかワンピースの時とかつけても可愛いです。こちらのお値段が3590円でございます。では続いてラストでございます。ラスト7個目がじゃーん、こちらでございます。ウエスタンブーツをゲットいたしました。私ウエスタンブーツ大好きで、2、3年前ぐらいからかな、ずっと履いてるんですけど、引き続きウエスタンブーツちょっとコーディネート取り入れていきたいなと思って、最近新しいの探してたんですよ。ちょうどウエスタンブーツ3、4足ぐらい持ってはいるんですけど、このタイプのウエスタンブーツ、ブラックとブラウン、しかもちょっとここがスウェードっぽくなってる感じの、割と本格的というか、なんかほんとこうウエスタンブーツだねみたいなブーツをあまり持っていなかったので、このブーツ可愛いと思ってゲットしました。なんかウエスタンブーツは本当デニムとかと合わせたらマジで可愛くて、デニムをこうインして履くのもすごい可愛いし、逆にその幅が広いデニムとかだったらそれをアウトにして履いたら普通のブーツみたいな感じになるじゃないですか。もうここ隠れたらもう本当ポインテッドトゥーのブーツなんだみたいな。だからそのなんか二面性というか、いろいろ履き回しもできるし、で意外と合わせやすいんですよウエスタンブーツって。コーディネートが物足りないなっていう時とかもウエスタンブーツ履いたらおしゃれに見えたりとかポイントになったりするからすごい使えて、なのでちょっと新しくゲットしました。こちらこれもめっちゃ使いそう。ツートーンな感じがこれだけでポイントになるし、でもブラックとブラウンだからそんなに派手なカラーではないから、いろいろコーディネートもしやすいしと思って、丈感もすごいちょうど良くないですか。この丈感長すぎず短すぎずで、デニムもインしやすいしアウトもしやすいっていう、あとヒールの高さもちょうどいいかな。私的にはあんまり高いものだと、私はまあ高身長の方なのでちょっとこう高すぎちゃうなみたいな、まあ、それもかっこいいとは思うんですけど、私はあんまり高すぎるヒールはあんまり履かないので普段、っていうのを考えた時に、まあ、このぐらいの高さなら履きやすいし、とても使えそうだなと思ってゲットしました。春とかなんかオーバーサイズのシャツとかにこれ合わせたらめっちゃ可愛くないですか。早くミュートしたいですはい、こちらのお値段が 19,990 円でございます。はい、ということで今回のザラの購入品は以上でございます。今回もたくさん可愛いものがあってで、たくさんゲットしちゃいました。結構私最近の動画でもめちゃくちゃ言ってるけど、今本当春服を集めたい盛りなんですよ。私にとっては集めたい時期になっていっているので、もう結構いろんなサイト見まくったりとかしてるんですけど、今季もね安定にザラは私はすごくタイプのものが多いんでいろいろ迷ったんですけれども、今回はこちらをゲットしました。早くちゃんとコーディネート組んでお出かけしたいですね。いつも結構あのザラの購入品とか参考にしてくれる方が多くて、同じの買ったよとか報告してくれる方もたくさんいらっしゃるので、いつも嬉しいなと思っております。今回もぜひ参考になったら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。